アバード・モンカーは、バハマ・ナッソー出身で短距離層が、専門の元陸上競技選手。400メートルで44秒45の自己ベストを持つ元バハマ記録保持者。400メートルでは2001年エドモントン世界選手権で、バハマ勢初の金メダルを獲得。4400メートルリレーでは2001年エドモントン世界選手権の金メダルをはじめ、オリンピックと、 世界選手権を通じて6つのメダルを獲得した。6月3日、全米学生選手権の男子400メートルで44秒72のバハマ記録を樹立し、1996年にトロイ・マッキントッシュがマークした44秒73を0秒01更新した。その後、モンカーは自身のバハマ記録を44秒45まで縮めたが、この記録は2008年6月6日に、 クリス・ブラウンによって更新された。9月、シドニーオリンピックの男子400メートルと4400メートル、リレーに出場。バハマ記録保持者として臨んだ400メートルは、準決勝まで進出したものの、準決勝では45秒18の組5着に終わり、決勝に進出できる組4着とは0秒01差で、惜しくも、決勝進出を逃した。4400メートルリレーでは、決勝で、 バハマチームの1層を務め、2分59秒23をマークしての4位に貢献した。その後、優勝したアメリカはメダルを剥奪され、バハマは繰り上がりで銅メダルを獲得した。6月、全米学生選手権の男子400メートルを44秒84で制して2連覇を達成した。8月、 エドモントン世界選手権の男子400メートルと4400メートルリレーに出場。400メートルでは7月に44秒45のバハマ記録を樹立した勢いそのままに予選を唯一の44秒台となる44秒88で突破すると、準決勝も44秒台の44秒89で突破し、初出場ながら決勝に進出した。 決勝では今大会で一番良いタイムの44秒64をマークし、インゴ・シュルツや、グレック・ホートンらを破り優勝した。この種目で、バハマ人がメダルを獲得したのはこの時が初めてで、金メダル獲得は男女通じて、バハマ勢初の快挙だった。4400メートルリレーでは、決勝で、バハマチームの一層を務めると、2分58秒 19? のバハマ記録を樹立しての2位に貢献し、世界選手権のリレー種目でバハマ男子勢初のメダルを獲得した。その後、優勝したアメリカはメダルを剥奪され、バハマは繰り上がりで金メダルを獲得した。8月、パリ世界選手権の男子400メートルと4400メートルリレーに出場。前回大会の金メダリストとして臨んだ400メートルは、 準決勝で45秒65の組6着に終わり、敗退した。4400メートルリレーでは、決勝でバハマチームの一層を務めると、3分00秒53をマークしての4位に貢献した。その後、優勝したアメリカはメダルを剥奪され、バハマは繰り上がりで銅メダルを獲得した。8月、ヘルシンキ世界選手権の男子4400メートルリレー決勝で、 バハマチームの2層を務めると2分57秒32のバハマ記録を樹立しての銀メダル獲得に貢献した。8から9月大阪世界選手権の男子400メートルと4400メートルリレーに出場。2003年パリ大会以来の出場となった400メートルは準決勝を全体8位の44秒86で突破しタイムで拾われる最後の枠で決勝に進出したが 2001年エドモントン大会以来となった決勝は45秒40の8位に終わった。4400メートルリレーでは決勝でバハマチームの1層を務めると2分59秒18をマークしての銀メダル獲得に貢献した。8月北京オリンピックの男子4400メートルリレー予選でバハマチームの2層を務め、 2分59秒88をマークしての決勝進出に貢献した。決勝でバハマは2分58秒03をマークして銀メダルを獲得し、予選だけに出場したモンカーも銀メダルを手にした。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微光欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。